翡翠海岸は、新潟県糸魚川市に位置する海岸の通称である。この通称は、同市内の海岸線で翡翠の原石を拾うことができることに由来する。糸魚川周辺の翡翠産地と翡翠がよく見られる海岸線の地図。翡翠がよく見られる海岸線は、地図上で青い太線で表示している糸魚川市に属する海岸のうち、糸魚川海岸と近江海岸、そして親淵海岸と市振海岸の4地点が、糸魚川ジオパークを構成する24のジオサイトに含まれている。翡翠海岸では、通称の由来となった翡翠以外にも、ルビーやサファイアなどが時折見つかることがある。糸魚川市の海岸で見られる石の種類は、日本一と言われ、同市は日本一の石ころタウンと名乗っている。親淵海岸糸魚川市の海岸は砂浜ではなく砂利や小石で形成されていることが大きな特徴である。糸魚川市の海岸で見られる石の種類は日本一と言われ、同市は日本一の石ころタウンと名乗っている。その多くの石が見られる理由として、フォッサマグナと糸魚川静岡構造線が挙げられる。糸魚川静岡構造線は日本列島を東西に分ける断層であると同時に、フォッサマグナ西側の境界断層でもある。糸魚川静岡構造線より西にある山々には、約1億年から5億年前、中古生界に生成された岩石があり、東にある山々には、約2000万年前よりも、新しい時代に生成された岩石が存在している。東西の山々から、様々な時代の岩石が、姫川や近江川などの流れによって日本海まで運ばれ、波に乗って海岸に漂着する。海岸で見つかる多くの石は、東西の山々から長い時間をかけて川の流れを降り、海に出て波に揉まれていたため、角が摩耗して手頃な大きさになっている。種類としては、カナリーは、変成岩、堆積岩などで、時にはルビーやサファイアが見つかることもある。岩石の時代的には、古生代から新生代に至るもので、化石が含まれている岩石も時折見受けられる。海岸で見つかる石の中に、翡翠の原石が存在する。翡翠は変成岩の仲間で、約5億年前に生成されたと推定されている。日本国内で翡翠を産する場所は、2018年の時点で、糸魚川市を含めて12の地点。世界的には日本を含めて、ミャンマー、ロシア、カザフスタンなどの12の国のみである。日本の海岸で翡翠の原石が見つかるのは、糸魚川市大和川地区の海岸から、富山県下新川郡、朝日町の宮崎、境海岸に続く、ごく限られた一帯のみで、世界的に見ても珍しいものとされる。翡翠の出所については、すでに述べた通り山から、姫川や近江川などの流れによって海まで運ばれてきたという説の他に、フォッサマグナでの翡翠を含んだ蛇紋岩層が糸魚川市から富山県朝日町にかけての海底にも分布していて、波の撹拌作用によって翡翠が海岸に打ち上げられるという説が存在する。ただし、後者の説については、海底の地質や地層までが明らかになっていないため、決め手を欠く。昭和の終わり頃までは、糸魚川市の海岸で翡翠を見つけるのはそれほど困難ではなかった。当時は質の良いもののみを拾い、残りの翡翠は海に戻していたほどであった。河川の上流から流れ下ってくる翡翠は川に設置されたたくさんの砂防堰堤に遮られて海岸に到達しにくくなった上に、海岸に置かれた無数のテトラポッドが翡翠探しの障害となっている。このように条件の悪くなった現在でも海岸で1日かけて探せば数個の翡翠を拾うことができる。糸魚川市に属する海岸のうち、糸魚川海岸と近江海岸、そして親淵海岸と市振海岸の4地点が糸魚川ジオパークを構成する24のジオサイトに含まれている。これら4地点は小滝川紅玉山地、近江川の紅玉山地及び紅玉岩塊などとともに、翡翠に関係の深いジオサイトとされる。以下に4つのジオサイトの特徴について述べる。市振海岸、糸魚川ジオパーク巡検案内所1市振では、翡翠鳥羽商の宿場町という副題をつけている。市振はかつて、北陸道の宿場町として賑わい、松尾芭蕉も奥の細道紀行の途上で立ち寄っていた。地形的には、中生代白亜紀の火山岩で形成された山が、海の間近まで迫っている。海岸では、糸魚川や富山方面から打ち寄せられてきた翡翠を、はじめとする様々な種類の小石が見られる。富山県との県境を分ける境川の河原では、泥岩の中から2枚貝、植物、アンモナイトなどの化石を見つけることができる。糸魚川ジオパーク巡検案内所2新淵では、断崖と街道と東西文化という副題をつけている。親淵は北アルプスの山並みが一気に断崖絶壁となって日本海に落ち込む地形が約 10km にわたって続き、通行困難な北陸道の難所として知られる。市振海岸と同様に、ここでも翡翠をはじめとする様々な種類の小石を探すことができる。なお、親不知山岩類と呼ばれる約1億年前の火山噴出物で形成された地層の中にガーネットが見つかるという。糸魚川ジオパーク巡検案内所3近江海岸では、縄文人の翡翠海岸という副題をつけている。田海川に近い寺地遺跡は、縄文時代中期から後期の遺跡で、翡翠加工の工房だったことが判明している。姫川と近江川の間にある海岸では、この2つの河川が運んでくる翡翠をはじめとした多くの石を観察することが可能である。田海川と近江川に挟まれた海岸は、ラベンダーの翡翠が見つかることから、ラベンダービーチの愛称で親しまれている。糸魚川ジオパーク巡検案内所15、糸魚川海岸では、消えた砂丘と翡翠海岸という副題をつけている。現在では、砂利や小石の海岸となっているが、昭和30年代までは野球ができるくらいの広さのある砂利混じりの砂浜であったという。砂浜は浸食によって徐々に失われてわずかに残るのみだが、夏場には海水浴も可能である。天気の良い日には翡翠を探しながら散策する人も見受けられる。1994年4月25日にオープンしたフォッサマグナミュージアムは、2014年9月8日から大規模な改修を行い、2015年3月9日にリニューアルオープンした。ミュージアムの第一展示室には、糸魚川の海岸で見つかった翡翠原石が約400個展示されている。AB 糸魚川ジオパーク協議会による定義によれば、糸魚川ジオパークの特色あるエリアとされる。同協議会ではこれらのジオサイトを翡翠に関係の深いジオサイト、姫川、糸魚川静岡構造線とフォッサマグナに関係するジオサイト、山間地のジオサイトの3種に分けて紹介している。翡翠原石が産するのは小滝川の流域と近江川の上流域である。日本の翡翠再発見は1935年8月12日に小滝川の支流、土層、沢付近で翡翠原石が見つかったこととされる。隣接する富山県下新川郡朝日町、黒部市、長野県北安曇郡小谷村及び白馬村を含む。ありがとうございます。